竜田鼓動のプロジェクトの話を、まあ、踏まえてちょっと議論をするんですけど、先ほど話したように、12月に今次の会するので、そこで何か、少し提案できないかなということも少し考えたと思うんですが、少し小松さんと話して郵送で流してます。ですから、危ない発言される方は言っていただければ止めますのでまあ大丈夫だと、まあ、この時代ですから大丈夫と思いますが、この方がスリルがあっていいのでと少し思っています。で、今の話を聞いてて、まあ、私の手元メモで、まあ、こんなもんかなというのを少し、書いておきました。一つ目は、まあ、認知度が少ないということで、まあ、ここはできて、まあ、CCRC だとテレワークを、まあ、東京にここの職員の方に行かれたら、三郷町って言われたっていう話を聞いて、まあ、それどこですかって言われると、まあ、その認知度をどう上げるかって話、まず一つ、ね、あ、ごめんなさい、一つ目の話ですね。それから、実は柏原市も確か同じようなことをしているような気がするので、まあ、そのあたりとのコラボというか連携というか、まあ、そこをどうされるのかなってこれ聞きたい、まあ、非常に聞きにくいところなんですけど、まあ、ここをちゃんとやらないと、やっぱ鼓動がさっき天王寺から斑鳩でよかったでしたっけ、誰を見て喋ればいいのかな天王寺から斑鳩でよろしかったでしたっけ、何は宮、港だから、私の港で今は上本町がまた海の頃の話、はい、ね、はいはい、分かりました、はいはいはい、だ天王寺は天王寺ですね、天王寺区の北の方があれが上になるんです、はい、ありがとうございます。実は私は生まれが天王寺なのでそうですということは大阪市入らないとおかしいよね、うん、そうですね、大阪となら大阪市言うときますわ、はい、まあ、それが2番目かなと。3番目やっぱり住民との参加が必要、今は一生懸命走ってはるんですけども、やっぱ上っていくのは仕方がないし、まあ、NPO を目指されてるのも大事だと思うので、やっぱり住民の方がどう参加するかというところが、さっき僕の私の話もありましたよね、要するに町とのアクションというときに、梅田で話したように町の生活者から町へのアクション、だから皆さんが今やっている方が町かどうか分からないんだけど、やっぱり住民の町の方からどういうふうにされるか、逆に皆さんから提案されることをどういうふうにされるかっていうのがあったときに、まあ、一つは視点がですね、どうしても年寄りばっかり大人から年寄りになるので、やっぱりここは小学校中学校生を入れたいなという、そんな感じで思ってます。今日も実はフェイスブックを読んでたら、ある暗号で僕らの世界でも有名な方が、1歳8ヶ月のお孫さんを連れて老人ホーム行ったら、えらいもめちゃくちゃ受けまくって今まで寂しかった老人ホームが急に嫌になったって話があるので、やっぱそういうやっぱ小学生の人たちをここにどういうふうに入れていくかというのは、おそらく、まあ、大きな町でいうと教育委員会の問題があったりするんですけど、やっぱりここは校長先生の判断で結構できたりするんで、この3番目がどうかなという気がしますが、4番目はちょっといろいろ映像を見ながら気がついたんですけども、許可取ってるのかなというここ結構ややこしくて、奈良とかやっぱ京都の担当の担当者はそれやるだけでも疲れ切るぐらい、宇治の報道はこうですとか寺院ごと見たら違うんですよね、対応が違って、当然僕らの世代で言うと新聞社ごとみんな違うんですよ、新聞の記事をアップしていいかどうかっていうのは全部新聞ごとに違うし、新聞社の中でもやっぱり報道と写真ではまた違うんですよね。でも昔私がある、日経さんかなに取材出て写真撮られて非常にいい写真なので、それを、ある、イベントの私のページに使おうとして、ただ、まあ、その新聞社に電話しても分からなくて、結局写真部に行ってくれって言って、写真部電話したら、それは大阪の写真部に行ってくれって、大阪の写真部にこう、連絡したら、あ、構いませんと、ただし1回限りですよと、1回限りで毎回ちゃんと確認取ってください。で、日経新聞よりというのを必ず、それだけでいいです、何かたりじゃなくて、でそれは新聞って全部違うんですよ、買い取れたり、もう全然ダメ、まあ、読売が一番硬い。硬いですけども、だからそう考えるときやっぱり人員ってやっぱり違うんですよね。でもそんなに数はないと思うので、まあ、そのあたりをしっかりやれたらいいのかなというふうに
思ったりします。それからあとさっきの写真は、まあ、人写ってないのでよかったんですけど、これ人写んだとちょっと 大変なので、やっぱ人はなるべく避けられたら後ろ姿でやられるのがいいのかと、まあ、そのつぐらいを少し、考えました。はい、まず認知度からいきましょう。どなたか、まあ、北見議員からいこうかな。なんかアイデアあります？さらさらっとこう逃げられたんですけど、なんかアイデアあるのかなという。まあ一つ今日この話されたやっぱり SNS とか使って、まあ認知度上げるしかないんですけども、まあ、僕らの世界だと炎上起こすのが一番いいんですけども、事件を起こしてしまうとか結構ちょっとネガティブな方の認知度があってしまうので、なんかないかなという気がしたりするんですけども、でそれの、ね、一つやっぱり僕はコラムだと思ってて、やっぱり怒るがだとか、まあ失礼ですけどもうちょっと有名なところとなんか組まれるのがいいのかなと思うんですけど、この辺りちょっとやりやすいこっちから行きましょうか。これは何かされてるんですか今。あ、ここです。僕知ってる限りでは柏原氏が何かやってはるみたいな。今、柏原氏、前市長様、彼女といろいろご協力いただきまして、今後ちょっと柏原との会議をつないでいただきまして、柏原と連携をしながら、ルートを実行していこうというお話も出ておりまして、早速ちょっと12月の16日の日に、前柏原市長、のお父様が大変なんですが、うん、のイベント、そしてフォローのイベントで、ちょっと協力してくれたのではないかというちょっと提案、相談もいただいているところですが、ちょっと温めているところです。はい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 。ちょっと発言を緩めたいんですけど、なんか結構問題ありそうな記事をちょっと読んだりしたので、慎重にやられた方がいいと思うので、他はあまり考えておられないんですか。漢字も結構僕迷うところで、まあ、皆さんはこう最初のタスタを使ってるんですけど、物によってはこう後ろのタスタが出てきたり、この辺はどうなってる、時代交渉の話なんですか。時代はその最初の方がここが大変なタスタ側でというところですね。この回答としてタスタ道って出されるときには後ろの方の簡単なタスで出てくる資料が多いんですけれども、いろいろ文献とかによっても違うので、まあ、そうそう、あとね、そのタスタの最初の道 の、 その最初の名前をね、うん、今八田大社さんと一緒に事業を進めている上で、はい、その八田大社さんが、まあ、できればその前を、ま、使ってくれる、字を使っていただきたいということで、うん、まあ、うちらはそれを使わせてもらって、はいはいはい、道としては後ろの方がわりかしよく名前を入れてる、うん、そのまま書かれたらいいんじゃないですか、今のことをもうありていに書かれたような方がいいと思うし、まあ、字としては普通に後ろが省略字ですとか言い切ればいいと思うし、はい、そんな感じと思いますね。なんか今日たくさん来られてて嬉しいんですが、何か、認知度で、はい、松山さんいきなり当てれるのが大学の先生のいいとこなんで先のセミナー、うん、はいはい、だけだとね、はい、亀の瀬とかっていう川の方の話してましたけども、はい、まあ、古道は国道事務所管理なんですね、どこが建設するのか、国交省がなんかこう
な気はしました。まあ、誰から金取ればいいのかなみたいなことをちょっと考えてたので、まあ、交渉はなんかいろいろしてくれないのかなみたいな気はしました。国道は国交省ですね。で、県道になると県になるし、もうちょっと大きくなると例えば大阪市みたいな市がやるような世界ですね。これどれが管理してるって誰が誰のことじゃないですか。まあ、とは言いながらも国道なもんで、ああ直接誰が管理とかなんかイベント的なイメージ的なところで捉えれるんであれば、国道事務所であろうが河川事務所で、その亀の瀬みたいな河川事務所であってもですね、何か協力的性の取れそうな気はしたなと。その SNS って話ありましたけども、最近あの各いろんな田舎の方の話を聞いておるとですね、観光というかそのやっぱり画像画とかはなかなかいいものが出しにくいということで、地域のなんか高齢者写真クラブなんかの人が一生懸命写真を撮ってですね、そのグループのインスタに上げていくとかっていうのを実際はフォローしてるみたいなことを最近そろそろ見受けるので、やっぱり地域の人たちで特にその、まあ、写真好きの人たちをうまく使って一番下の権利のようなところをうまく見えていくみたいなこともありかなというのをちょっと感じました。はい、写真に関してはちょっと後で喋ろうと思ってたんですけど、実は私たくさん大阪市含めで仕事をして、そのうちの初期の頃は西成の情報課というのをお金をもらって7年ぐらい僕主任研究員ということでやってました。いろんなことを、まあ、バックは三菱電機なので、三菱電機はいろんなことをされるところに僕らがいろいろ意見を言うというやってたんですけど、そのうちの一つは実は写真なんですよ。市内の町の風景を上げるんですけども、ちょっと組織的に上げましょうと。例えば、三郷町のどこかだとか、上山でもどこでもいいんですけども、定点観測的な写真なんです。春夏秋冬の朝と昼と夜と、例えば雨が降ってるとか、そういうふうにこうそれがパラパラうまく定点なんだけどもうまく変わっていくというような作り方で、今おっしゃったようなこう皆さんが好きなように撮るというのは別に構わなくていいんですけども、もしやられるとしたら NP を作らにしても決められた方がいいと思います。ある交差点をこうずっと写すみたいな、ずっと写すと動画になるんですが、やっぱり季節季節ってあるじゃないですか。もみじの時だとか若葉の時だとか、朝のそうなんかもやってるところだとか、なんか夕暮れのところだとか、夕日が非常に綺麗な時ってありますよね。それも一点決めて出すとかってやると全然効果違うんです。だからパラパラやるんじゃなくて、なんかうまいやり方をされたらいいのかなという感じで思います。ちょっと今最後の方喋ろうと思ったんですけど、今中風されたので、はい。国の金を引っ張るというちょっと露骨なことを書きましたけど、まあ、分かりやすい、はい、どうぞお願いします。はい、認知度というところで、はい、今秋元さんの方から話が出ますけど、カモのマムチの時代からですね、イカルガの方とでサンゴの方と論争がありました、はいはい、でそういうのを踏まえて明治の時にも論争があった、我々としてはあまりにも主張をしてこっちが本気だとかいろんなことを言うと、またこれイカルガと三号とね、あまり美しくないなりと思いますし、で逆にですね、そういう問題を抱えて蓄積のある問題やというのを全国発信するというか、皆さんに問いかけるような形でやれば、そのクエスチョンマークが逆に効果を生むんじゃないかと。取り口なんか変えようかなと、個人的に今思っているところでございます。さっき炎上したらいいという話があって、ちょっとそこまでいかなくても、なんかこういうことがあって歴史ってこんなもんだよというのをうまくやられるといいのかなという、そんな感じで思いましたね。ちょっとだいぶ意見が出てきたので、そろそろそのしょっちゅう喋ってる方当てていいんですかね。はい、はいはい、お願いします。ごめんなさいね。あ、もういいです。下村先生、はい
当たり前いえいえ、そこにある中学生、小学生、準備参加いう項目がありますね、うん、はいはいはい、あのたった5話についてはあのよく言われるようにその鉄、製鉄の神さんいうのが必ずまとわりついてくるんですね、うん、あそうですか、はいはい、でところがなかなかそれ、裏付けが科学的な裏付けが、うん、書いてあるのが私らはよう見つけませんので、立山を越えたところの柏になるんですけども、金山姫神社とか金山彦神社は製鉄の神様やと昔から言われていると。で、その鉄を持ったもんが平家が力を持つというような、まあ、言い割れがあるんですけど、それを科学的にですね、土調査をしてで。岩石なら岩石を分析してですね、そういうあの科学的な裏付けを協力願えれば、はい、あ力強いなこう思っています。いかがいたしまうか指名されてしまいました。あの専門が通信なので実は鉄とかあんまり詳しくないんですけど、でもあの、まあ、結構なんか三号町に歴史元なんか奈良県とかの歴史の研究所におられて考古学めちゃ詳しい方もおられるんで、まあ、そういった方がお協力にすれば、まあ、いろいろできるのかなと。あ、そのセンター、NPOよろしく。高橋さんとか、これ、歴史って担当あるの？関わるの？文化財。そういうのは総務からまとめるんですか、もうバラバラですか。今まで僕は大阪市とか豊中市とか全部やってるんですけど、一番やっぱ役所の割りが縦割りなんですよ。それぞれが自分のところの担当ではないとかね、だからそういう話をやっぱりそれをまとめるのは僕三号だと町長さんかと思って、もっと大きな町になるとこれは副市長クラスがそれぞれ所管区捕まっているのでまとめはずれば、参考人だったら下森町長がどうまとめられるかときに、そのそれぞれの縦割りをどうしはるかというところですね、はい。縦割りで文句言いたいってありますか？結構ねこれ大変なんですよね。大阪市ぐらいになると本当にすごくって、もう局ありきみたいなのが大阪市ですし、はい。はい、そもそもの話なんですけど、認知度っていうところで、まあ、今子供っていっぱいあるじゃないですか。でそうするとこの竜田子供ってそのまあ有名な人が通ったのか有名な団体が通ったのかって、そういうところになると多分子供になるともうこの近くやったら熊野子供ってめちゃくちゃ有名なところがあってしまって埋もれてしまうと思って、で多分今の子供だけだとちょっともう本当に埋もれてしまうなっていう。だからこういう人とかこういう団体が通ったとかっていうのでないと手をつけないとちょっと難しいから、うんうん、なんですか。なんか意見がございますか。はい、はい、さっき言って、はい、どうぞ、はい、あ、すいません、私、駒市に住んでるんですけれども、初めて3号に降りたんですね。駅で言うと大津は本当に3号駅に初めて降りて、なんか本当になんかこうここに来る理由は何も今までなかったんで来たことがなかったんですけれども、なんかそういう多分そこの近くに住んでる人でもそれぐらいなんで、なんかこう、
たいなと思わせるものがないとダメなんやろうなと思うんですけれども、それはあの私の個人なんですけれども、うん、今ポケモン GO とかやっぱりすごいんでいろいろポケモン GO に絡めたイベントとか出現ポイントとかがあったらそんなのもこう発信したりとか、まあ、GPS 使って遊ぶようなものを、まあ、利用してやったらどうなのかなとかって思って、なんか今まで来たことがない人がここに来たくなるようなものを提供していかないとなかなか難しいんだろうなとかと思うんですけど、はい、イングレスとか あのイベントとかでも集客とかもできるので、まあ、そういうのからあのポケモン GO につなげていくようなものもできるのかなと思ったりとか、はい、まあ、よくやってるのはスタンプラリーですよね、はいはい、でそれがまあ今おっしゃったような、まあ、ポケモン GO だとかイングレスだとかという話なので、はい、ちょっと順番に、まあ、まず意見いただいて、はい、お願いします。さっき の有名な人が通ったっていうので、まあ、聖徳太子もそうですし、あと神武天皇が、逆に通れなかった、険しすぎて引き返したみたいな、はい、説があるらしいので、なかなかその辺をやってみたいかな、うん、王子は犬の足跡がありました。僕はここでは飲めないので、おじで飲んでるんですけど。はい、はい、ありがとうございます。はい。多分、先ほどおっしゃった有名人がというところが、鼓動という漠然としたものだとそのストーリー的なものがあまり見えてこないというのがおそらくお話の趣旨だと思うんです。なので、まあ、その誰々が、まあ、ここでどんなことをしたみたいな、そんなストーリーの掘り起こしというか、そういうことを していくのが多分重要なんだろうなというふうに思います。それはやっぱり障害学習家ですか？まっすぐそっちに戻してしまうんです。言うのは簡単なんですけど、やるって結構大変なんですよね。そういう意味でやっぱりちょっとほっとかないと、はい、障害学習家ですか？はい、お願いします。
みんな通ってるっていうところも私たちはそれを売りといいますか、あのここを通ると神様の気がもらえる、元気が出る、子どもたちもお年寄りの方もみんな気をつけて心豊かに行こうというちょっと壮大なちょっと気持ちであの立ち上げたということもあるんですけど、ただのその誰々が有名人が通ったではなくて、神様が通って通った道というところもあのパワースポットの道というような形にも、うん、あの PR としてタブコピーに書いてあるんですけども、あと万葉集ですね、万葉歌人が生まれた有名なあの私の島根県とか津波の秘密とか三道町ミスターを言った万葉集のあとが30種あの残ってます。そういったまたもうあの牛若桜と紅葉を支えた美しい若あの旅人の思いを満たされた方と残っています。それをあの皆さんに聞いていただいて、万葉の風を感じてとか、万葉の時代の人々の思いとか旅人の思いとかそういった思いとかも表現していきたいなというので、そのあのポスターの中に万葉歌を歩くという、まあ、キャッチコピー、まあ、それぞれにあの万葉集の和歌を一周ずつ載せているんですね。そのポスターのデザインに合わせて万葉集をちょっと一周ずつ載せていくというスタイルもあの出来になっておりまして、まあ、万葉集、万葉の時代のそういったあのパワー、神風神さんのパワーとかそういったものを感じてもらえればなと思っております。それきっと漫画かアニメですね今の話はもう言葉で聞いても分かる人って、ね、きっとお年寄りなんできっとアニメかなんかそうすると結構分かりやすい話なんかなという感じに昨日聞いてたんですけど、ちょっと SNS の話をしたいんですけど、これはもう立ち上げられるんですか、立ち上がってるんですか。はい、準備中なんですけれども、もう本当に近いうちに立ち上げられる状態、うん、具体的にはどういうふうにされようとされてますか。まず今もあのここっていう状態、あのそこにいらっしゃる小松先生はあの SNS のプロですか。まあ、いろいろとフェイスブックページとかあるし、うん、はい、県外からもたくさんあの来られてる人種のカフェがあってテレビの取材とかあのよくおしゃれな時なんですけども、そこで三郷町の物産品のセッターをあのデザインされて、あの地元の職人さんとコラボしてあのされてるんですけども、そこのオーナーさんのご夫婦がものすごい発信力ある方で、その方がちょっと主となってあの SNS それから発信していくんですが、うん、まあ、あの発信するのはちょっと女性の、まあ、私と西尾さんとの同じに奥さんの3人であの週1回ぐらいのペースでちょっとあのそれぞれの目線であの見どころとか、まあ、情報とかそういったものを女性目線でちょっと発信していく、ちょっと面白い高い感じではなくて、あの、はい、ちょっと追加をさせていただきますと、実際そこまでお金をかけた方法的なことができる状態ではないので、いろいろちょっと工夫を凝らさないといけないなということで、まあ、SNS にはなってるんですが、あの私もちょっとあのそういう方法というか報道の方の仕事をしてたことがあるので、そういう相談をしたりしてたところ、あの新聞社さんに来てもらうとか雑誌社さんに取材をしてもらうというのはなかなか難しかったりするので、有名なブロガーさんをまずは引っ張ってきて書き込んでもらえるようにするとかいうのの方が、実際には近道でお金もかからず向こうの方にもリスクが少ないという話とかもまあ入ってきたりしたので、あの実際海外の人も意外と足を運んでいて、まあ、市議さんだったんですけれども、トリップアドバイザーで見たと、うん、で大阪から非常に近い、で先ほど熊野古道とかが、まあ、山の
けるんだよっていう、なんかこの都会に近いところがマイナスでもありプラスでもあるっていう三郷町ならではの売り方っていうのもしていきたいなっていうのが、マイナス面をプラスにしてあのやっていきたいっていうのが実際あるところなんですね。なので海外の人とかでもこの人だと東京に行くんだよっていう人たちが大阪から難波から歩く電車に乗って、この道を実は歩くことができるのが日本で非常に有名な人が昔歩いた歩道なんだよっていうところなんかもストーリーの中に歌っていく、そういう発信もしていきたいっていうのが一つと、小中学生のお話が出た時に、はいはい、もともと三冠学級のの協議会で私たち参加させていただいているので、奈良学園大学さんが参加なさってるんですけれども、こちら教育学部とかの学部が三郷町の中に入っていて、実際なかなか町づくりだけではないので、地元の小中学生なんかをにそういうあの歴史のこととかいろんなことを教えていくのに、どんな大学生なりの接し方もあるんだろうとか、それはまたちょっと違った角度で大学生企画、小中学生にも、どうやってだったら危ないって思わず参加してもらえるかなとか、そういうこととかも含めた場合、町のその何かっていうのを一つだけを通さなくても、こちらから提案させていただいて、できれば一つの町の役場さんのこの課じゃないとそれはできませんっていう壁を越えていけるのかなっていうのが、もともとその三冠学のメリットだと思っているので、そこをちょっと考えながらやっていきたいなっていうふうに思っています。はい、まあ、ブログにしてもさっきのフェイスブックページでも、まあ、立ち上げるのは簡単なんですけど、こう継続していかにあるかというのはなかなか難しくて、やっぱそのなんていうかアクセス稼ぐという、そうそうで、僕はもう地道に今日私の中で話した歴史街道の時に僕が話しゃべったように、本当に来たらいいんだよみたいな、だからさっき絵をいっぱい出されたんですけど、あれは実は絵は絵なんだけども、秋になるとこうなるみたいな、で実際に空気はきれいし、なんとか食べれるしみたいな、なんかそういうところのうまいこう作り込みって結構できるので、だから単に出したら終わりですみたいなやつをちゃんと作られたらいいのかなという気がします。だから今外国人の方という非常に分かりやすいターゲットをおっしゃったので、なんかそういう絞り込みがめちゃくちゃいいのかなという気がしますね。はい、はい、どうぞ。SNS とかブログとかに、まあ、参加してくれる、団体とか個人とかいっぱい集めて運営してくれたらいいと思う。それは、まあ、皆さん、まあ、先ほどからおっしゃってたように、歴史に興味ある人、写真に興味のある人います。そして、まあ、私なんかは奈良植物研究会に入っているんですけども、まあ、植物に研究なんかすごく興味があると思いますので、そういう人たちに、まあ、集まってもらって、SNS、まあ、だったらそういう場所で、まあ、一度に返してもらうわけですね。で、まあ、それぞれは別 の、 場所で、活動をして、その SNS に、まあ、集まってもらって、それで、まあ、自分たちの調査結果なんかを、ね、こうアップしてもらう。で、私がこう、私たちが調査した熊の、熊のじゃないか、立ったことはこんなんですっていうのを、発表してもらう。それが、まあ、SNS 上なのか実際に結構事務上なのか分かりませんけども、そういうふうにしてもらうと、それぞれの興味のある分野の面白い調査結果が出てくると思います。で、最近私がこの馬の小道で見た山登りが好きな人のブログを見ましたら、珍しい、ね、植物がいっぱいあります。粘菌とか、ものすごく細かく見たら、ものすごくあるんですね。で、こういうなんかを例えば奈良植物研究会の人たちにやってきてもらって、で調べてもらったら、もう細かく調査されるんだと思いますので、そういったいろいろな趣味の違う人たちの切り口で総合的なデータが持っていますから。はい、ありがとうございます。
だいぶ時間が押し詰まってきたので、ちょっといろいろな方、サイダーさんなんか、はい、いたでしょうか。ちょっと後で、はい、後で、すみません。すみません、今後ろに手を挙げられたからすみません。そうですね、認知度出ますもんね。はい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 、はい、ありがとうございました。クラウドファンディングもね、何億とかいう話じゃなくて何十万とかそんなの結構ありますから、はい、それはいけるかと。からウィキペディアなんですけど、僕知り合い一人ウィキペディアの人がいるので一度ウィキペディアの書き方の勉強会やるかというぐらいことがあります。実はウィキペディアに中野秀夫ないんですよ、私ないんですよで私の教え子がかなり私のウィキペディアを作ろうとされていて、僕が認めないといけないのでウィキペディア非常に面白いかなと。そんな感じで、はい、知ってます、知ってます、はいはい、知ってますね、はいはいはい。ウィキペディアもある種そのボランティアの団体ですから、はい、はい、お願いします。やっぱり SNS だったらやっぱりインスタかなって今思うんですけれども、インスタで調べると熊野古道だと3万4000件ぐらいハッシュタグ出るんですけど、初
したことなんて4件しか出てこないのでやっぱりちょっとあのもしやるとすればお金かけない方法ではすごくいいので、例えばもうあのタスター鼓動とパワースポットを必ず引っ付けて、 あの、まあ、あと外国人って言われてたんで外国あのアルファベットで書いたものを一緒に引っ付けてロマンスでいいんですけどか引っ付けて出していただくように、なんかこうまあ、誰かが出し始めるとみんな急につられてやってるので、あのやってみたらどうかなと、まあ、何も手がついてないみたいな感じなんで、その辺もぜひハッシュタグを統一してポスターとかあの、まあ、SNS とかすべてハッシュタグ統一してこう方向でやっていただけると非常に広がりやすいかなと思います。あとやっぱパワースあのいろいろ言うよりパワースポットですよっていうので一押しで行った方が、今女子とかはパワースポットみんなすごい山奥まで行くので、あの近場にあるぞって言ったら結構ね、ここの写真がパワースポットだみたいなんで、一押しで待ち受けにするとお金が貯まるみたいな、なんかそういう伝説をぜひ作っていただいてそれを告知していくといいかなという、あんまりいろいろ言うよりは一押し1個決めてあのちなみに私はあの大学の宣伝マンなんで、学食の写真を毎日もうしつこいしつこいぐらいしつこいぐらいあの、フェイスブックとツイッターとインスタグラムをもうど僕はあのバラバラにやるタイプなんで、こう全部やることにしたい。うちあの大学はですね、やっぱりお金ないので業者が逃げられたんで、うち食物栄養の学生が作ってるんですよ。だからなかなかそれ面白くって、だから若干の盛り付けが下手なんですけど、だまあそれはまあそれはまた可愛い子ということで、ちょっとだいぶ終わってに近づいて、企業の方が何人かいらっしゃるので、企業の視点で何かございますか。はい、いきなり当てました。はい。あ、ちょっと聞いてたんですけど、企業ということであの KCM の。あのちょっと私あの近くで行けば竹之内街道右近王子が日本遺産に登録されまして、そこのプロモーションをちょっとめでたく受諾することができるようになりました。でまあそこも同じように、まあ、古道っていうか、まあ、1400年前の感動ということで、まあこれから、2020年に向けて受け行動って話になってるんですけども、まあ、今日お話聞いてたのと同じような形でですね、まあ、やっぱり地域は地域ごとにいろんなこう思い出を皆さん持ってらっしゃって、特にまあ柏市なんかでもあの今井町の Wi-Fi 整備もあのやることになったんですけれども、まあ、非常にそこの土地の人たちはですね、これとこれとこれをやってくれということでかなりあのプッシュはしてはるんですけれども、それと実際にまあ来た人との視点は若干こう違うのかな。まあ、先ほどもなんかいろんな意見が出てたかなと思うんですけれども、まあ、土地の人の思い出と実は来る人っていうのはもうちょっとフリーな状態でなんか来て初めて体験できるものとか、来て初めて自分で知ってあここきれいやんとか、さっきの、まあ、澤先生の写真もすごくいいんですけれども、自分で撮ってみてどうなのかなとか、そこらが今あるから、まあ、その先ほど言ってた SNS のインスタとかがですね結構受けてるような気もするなという気もします。まあ、ただやっぱり何かのこうランドマークになるものがやっぱ必要やなと思うので、まあ、竹の内街道のプロジェクトにおいては、まあ、どっちか言ったらその、まあそのまあ、ラーニングエクスペリエンスっていうか、その来て体験学習してもらいましょう。でそれでかつ、一人一人がですね、やっぱりその、まあ、いかにこう交通機関を便利に使ってもらって、まあ、その先例えば、まあ、このタクサ鼓動でも一緒だと思うんですけど、まあ、先ほど、まあ、エコのお話で自転車という話が出てましたけれども、まあ、自転車なんかもですね、あのインフラを整えて、その自転車がこう乗り捨てできたりとか、例えばいろんなところのバス停とかに自転車が置けて、でその自転車でこうチャリンコ持って行きながら、あいいとこで写真撮る、SNS 上げる、それと例えばアメニティで行けば看板とかがやはり多言語化されてなかったりとかするので、まあ、看板のところにまあ QR とかを売ってですね、それがいろんなこう、まあ、言語化をされるようなインフォメーションがそこの場でできたりとかすればですね、いろいろできるんじゃないのかなとか、例えばそのやっぱ日本ですからどん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 その史跡なんかも昔はあったけど今はもうないですよとかっていうのもいっぱいあって、
まあ、そういうものなんかも、まあ、いろんなその産学連携やっていく中でいけばですね、やはり学校とか特にいろんな奈良の大学とかでもそういった昔のいろんなデータを持ってたりとかしますので、まあ、そこに行けばバーチャルリアリティでこういうものが実際スマホをかざせばあったんですよとかっていうような、そういうような見せ方なんかもできるんじゃないのかな、まあ、そこに行って、今のこう景色ですけれども実は昔はこうだったんですよとかっていうようなことなんかを体験してもらう。そうすることで一回ドッキリでなくってまた来たら、次の新しい発見があるよねとか、まあ、先ほどあの駒先生おっしゃってたみたいな、そのジャンルをちょっと切っていって、その植物でも例えば、その食べ物とかそういったグルメでもいいと思うんですね。そういうところで、まあ、今回はグルメで攻めるけど次はじゃあその歴史行ってみようかとか、そういうふうなこういろんなコースをちょっと作って、まあ、提供していくっていう考え方がいいんかなと。まあ、僕も出身は隣町のイカロガなんで、特に、まあ、小学校からずっとイカロガずっといますのでね、もう40年ぐらいイカルミンなんですけれども、イカルミンに行けばなんか三人ロゾなんで、ね、イコマはイコマニアとかって言ったりするんですけど、そういうところに行けばその土地の人の思いをあんまり押し付けない方が僕的にはなんかすごく最近いいような気がするなと、まあ、これも単なる私 の思いなんですけど、だからいかにその考えてもらえるような状況を作るかっていうことで、そこに何か生まれたらすごく楽しいなというふうな気でおります。ちょっと長くなります、はい、ありがとうございました。あと一人か、あとまとめようと思って、はい、はい、どうぞ。早いもんちゃって3号というか私一番好きなのは山の上ののどか村なんですけど、のどか村はものすごい人たくさん来ててですね、なんか ああいうこうなんかバスで行きたいですね、まあ、私もこっちに行けば大阪に住んでるときに行ったんですけども、結構あの辺とのこうなんかイベントの臨時というかですね、のどか村に行けば行こうと思うときにはなんかこう北海道のことが目に入ってしまうとかですね、あなんかセットで歩く、まあ、山の上のことなもんで結構その野菜を買いに来るだけではなくてですね、まあ、ちょっと歩いてみようかなみたいな人もおると思うんですけども、まあ、そういう人を山の上ののどか村から北海道に誘導するとかですね、まあ、そういったことが、まあ、ネットとかも使いながらですねうまくできればいいんじゃないかなというのをちょっと感じましたということで失礼しました。はい、ありがとうございます。はい、僕も地元の出身じゃないんですけども、まあ、地元の方は竜田大社が、まあ、メインという考え方なんですけど、外部から見るとやっぱ市議さんが圧倒的な知名度があって、それでもう最近知ったんですけども、昔市議駒電鉄という会社があって、それで今京阪片野線というのが枚方から被災地まで通ってますけど、実はあれは市議駒電鉄っていうのが、まあ、最初作ったらしいんですね。で今生駒線が生駒で止まってますけども、実は山を越えてですね枚方まで引っ付けるという計画があったらしいんですね。それで京都方面から市議さんに観光客なんかを引っ張ってくるっていう計画だったらしいんですよ。だから結構その鉄道という面ですごく面白い土地で、まあ、市議さんの上にも昔電車が走ってたっていう列車が走ってたっていうような話もありますし、まあ、その歴史という点でその立田古道まで遡らなくてもですね、近代の歴史で結構なんか面白い、ことがあるんじゃないかなっていうのが、まあ、鉄道という面でアピールできるんじゃないかなというのがまず言って、それとあと、まあ、最近東京 の IT 系の会社がなんか四国の山奥にオフィス作ってですね、でそこでなんか仕事したりしてるみたいですけど、神山町ね、四国まで行かなくてもですね、もう三五町の空き家とかをなんか活用してですね、で IT 系の会社の東京から引っ張ってきたりして、まあ、やれば、もともとこの話は CCRC で要するに三五町に人をいっぱい引っ張ってこようという話だったと思うので、まあ、そういったことも考えてもいいんじゃないかなと思います。はい、
はい、そろそろ終わるので、なんかぜひ言っときたって前のお二人なんかございますか黙っておられたらいいですか。はい、じゃあちょっとまとめじゃなくても一応全部書いたんですけど、まあいろいろ聞いててこれかなと思うので、ちょっと今日のまとめはこんな感じでさせてもらいます。まあ、いろんな話されて、例えば住民の方がどうだという話と観光客という話と、これはきっと切り分けだと思うし、 SNS でもいろんなやり方があって、それからまあ対応もまあ大学も含めて小中だとかいろんな話で、また切り分けからやろうかなというふうに今日いっぱい話聞いたので、一応録音もしてますので、まあ、一応その切り分けをまあ来週少し話をして、まあ、最初まあ今日の話を聞いて、また30分のちょっと私なりの話をして、また議論をしようかな。その中で1つか2つか3つぐらい、なんかちょっと今のプロジェクトの中で埋め込んでいきたいみたいな、 SNS で1本だとか、なんかそれをちょっとやってきたな、そんな感じで思っています。切り分けでちょっとふっと思い出したんですけども、一度ですね、大阪の南側の、こう IT 化をしてくれということを、南海電鉄と大阪府から言われまして、2年ほど僕委員会やったこと、あと委員長でやったことがあるんですけども、その時僕が言った提案はこういうことです。大阪の南に行ってもいろいろあるやろと、だから難波と堺と泉南、これは切り分けてくれと、エリアが全然違うから、まずこエリアでまず見てきてくれ、人で分けてくれと、お年寄り、元気なおばちゃんそれから子供、だから その数を挙げると完全に9つになるから、それぞれのスポットについていろいろまず考える。で、今の話だと観光客と住民と、でそれからもう一つはやっぱり三郷地を愛してる人、住民じゃなくてもう少し今日生駒だとか光がいるので、言葉で言うと今日タイム出なかったですけど、西大和というそうなんですけども、西大和エリアの、でどうするかという含めた人たちと3つ分かりますよね。住民と、そういう近隣の方と、まあ、観光客という3つ切り分け。実はクランフロントの梅田のやつも一番最初はそこから言ってるんです。来てくれる人がどう、従業員がどう、それからそこの会社の人がどうという切り分けで、それぞれ IT の振り分けをしてるんです。ですから最初いろんなプロジェクトを考えるときに大体そういう絵柄を描くんですよね。その時にきっとその言い方が一つの切り分けかなという感じで少し思いました。大体それぐらいでよかったかな。そういう話をまた次回頭で少しして、またいろんな意見を、今日言われてること、私こういう書き方好きなんで、俺のことが書いてないとすみませんが、一応こんな形でまとめさせていただくと思います。まあ、この中ウィキペディア面白いなと思うので、ちょっとこれは私がちょっと検案させてください。あとは近隣は難しいですね。やっぱり自治体間の喧嘩ってなかなか犬も食わないし木も食わないので、あんまりここは僕は突っ込みたくないなという気がするんで、まあ、意見はいろいろいただきたいな、そんな感じで思っています。竹の内街道ってこの字でいいの、なんか字が入る、竹内竹の内閣の内で、これでいいの、はい、はい、合ってます。ノーはいる、ノーはいらない、いらない、この前ですね、はい、わかりました、ありがとうございます。それじゃ ちょうど、5時になります。どうもありがとうございました。思った通り本当に活発な意見だったんで、一人一回は喋る場だと思って来ていただければ、どうもありがとうございます。